S, S. アゲノシルメチオニンは多くの生物由来ヒソ化合物へメチル元を供給する。ヒソの生化学ではヒソやヒソ化合物を利用する生科学的過程について記述する。ほとんどの生物にとって多くのヒソ化合物は極めて毒性が高いと考えられている。その一方で幅広い種類の有機ヒ素化合物が生物学的に合成され様々な有機、 無機ヒ素化合物が多くの生物によって代謝されている。このパターンはセルなどの有益な効果と有害な効果の双方を示す他の関連元素についても見られる一般的なものである。いくつかの耐水層からは多くの有毒なヒ素化合物が検出されており、生科学的過程を通じて何百万もの人々に影響を与えている可能性がある。そのため、 ヒ素の生化学はトピックの一つとなっている。地下水に天然に存在するヒ素による中毒は世界的に問題となっている。ヒ素は安定同位体を持つ天然に存在する元素である。ため、地球上の生物は低濃度のヒ素にさらされており、これをバックグラウンドレベルのヒ素ということがある。生体が通常の環境でさらされているバックグラウンドレベルよりも低い濃度であれば、 もしかしたら、ヒ素も有益な微量元素の一つである可能性があり、その証拠について検討されている。生体内に入ったヒ素は、しばしば有機ヒ素化合物へと代謝されることが知られている。地球上で比較的多く見られる有機ヒ素化合物はアルセノベタインとアルセノコリンであり、両方とも多くの海生生物に見つかる。他に、いくつかのヒ素含有のクレオシドも知られている。 有機ヒ素化合物のうちのいくつかは、メチル化の過程によって生じる。例えば、スコープルリアプシスブリーバコーラスというカビは、無機ヒ素存在下で、トリメチルアルシンを産生する。アルセノベタインは、魚や海藻などのいくつかの海産物中に見つかり、キノコにも多量存在する。クリーンな環境下で食用キノコサヤノーブリタス、プルバーランタスが蓄積するヒ素の量は、 乾燥重量で 1300mgkg に達し、カコジル酸が主要なヒ素化合物である。土団子や、その禁煙種では、トライメサラルシンオキシドとメサラアザニスアシッドという、極めて稀な有機ヒ素化合物が見つかる。平均的な人のヒ素摂取量は15、10g、日である。魚やキノコを摂取した後には 1000g 程度の値になることも、珍しくないが、 これらのヒソ化合物はほとんど無害であるため、魚を食べることの危険性はほとんどない。かつてゴシをガスとして知られていたトリメチルアルシンは強烈な臭気を持つ有機ヒソ化合物で無機ヒソ化合物から微生物の作用によって合成される。ヒソ化合物は容易にヒソへと還元され、原始地球において電子受容体として働いていた可能性がある。溶解した。 無機筆を相当量含む湖は、ヒ素体性を持つ、生物群系を保有している。ヒ素とリンは、同じ第15属元素であり、一般的な化学結合における、電子配置も類似している上に、リンは、第3周期元素なのに対してヒ素は、第4周期元素であるといった具合に、両者は、比較的似た元素である。そして、これらの基礎酸である筆酸と、ン酸も、また、 科学構造的に類似している。しかし DNA や RNA のリンがヒ素に置き換わるという証拠は存在しない。2010年にサイキングフォッチマイナス1を用いてこのような主張を行った実験は2012年に誤りであることが示されている。人工的ヒ素源は天然物と同様に主にヒ素酸化物とそれに関連したアニオンである。人為的なヒ素源には 先行過程や豚、課金の農場からの廃棄物が含まれる。例えば、多くの鉱石、特に硫化鉱物には多くのヒ素が混入しており、賠償によって放出される。この処理で、非化物は酸酸化ヒ素へ変換され、高温で揮発し大気中に放出される。添加物や顔料課金や豚の農場では、有機ヒ素化合物であるロキサルソンが、 飼料添加物として大量に使用されている。いくつかの木材は防腐剤として同ヒ素化合物による処理がなされている。これらのヒ素源が下流の生物へどのような影響を与えるかについては不明点が多いが多様なメカニズムが関与していると考えられている。多く言及される経路の一つはメチル化を伴うものである。モノメチル化された酸であるメタンアルソン酸には 米や、弁化の工作に用いられる、防火微剤の潜具体である。4ヒドロキシマイナス3ニトロベンゼンアルソン酸、ブレードフェニルアルソン酸、P アルサニル酸といった、フェニルアルソン酸に誘導体は、家畜の飼料添加物として用いられている。環境中に、可用性の秘素を放出することとなるため、これらの物質の使用については、議論がある。 この他に特筆すべきものとして、かつて壁紙に盛んに用いられていたパリグリーンなどの緑色顔料である。その毒性は誇張されているものの、様々な病気がこの化合物に起因するものとされている。ヒ素を基盤とする薬剤長らく知られているその毒性にもかかわらず、またはその毒性ゆえに、ヒ素を含む薬剤や薬液は医学において、そして偽医療において、 21世紀まで続く歴史を持っている。19世紀の初頭から20世紀まで有毒なアヒサン塩の調合薬であるファウラー、エッソルーションが販売されていた。有機ヒ素化合物であるサルバル酸はパウル・エルリヒによって梅毒の治療薬として発見された最初の合成化学療法薬である。サルバル酸による治療は強い副作用を伴うものであり。 1943年にペニシリンにとって変わられた。一方で、その関連薬剤であるメラルソプロールは、高い毒性と致死性の副作用の可能性にも、かかわらず、現在でもアフリカ睡眠病の第2期の治療に、用いられている。酸酸化ヒ素は、細胞増殖を阻害し、通常は不死であり無制限に増殖する、あるタイプのがん細胞でアポトーシスを誘導する。また、 トレチノインとの併用によって、酸酸化ヒ素は、急性前骨髄急性白血病の第一、選択薬として FDA に承認されている。生体内に取り込まれた無機ヒ素や、その化合物は、メチル化のプロセスによって徐々に、代謝されていく。メチル化は、還元反応と酸化的メチル化反応によって起こる。すなわち、五化のヒ素は3化のヒ素へ還元され、引き続いて、 メチル元の負荷が行われる。カコジル酸は、ヒ素を摂取した後、肝臓で形成される。哺乳類では、メチル化は、肝臓で、セット1 9 a s 3 m t ヒ素メチルトランスフェラーゼによって、行われ、主要な代謝産物は3化のジメチルアルシン酸と5化のジメチルアルシン酸である。肝臓のメチル化能力を超えるか、メチル化が阻害されるかしたとき、生態は、 ヒ素の毒性にさらされることとなる。体内に取り込まれる、無機ヒ素には、酸化のアヒ酸、ヒ素と5化のヒ酸、ヒ素という2つの主要な形態が存在する。ヒ素は、アクアグリセロポリン型のアクアポリン7、9を通って、細胞内へ侵入する。ヒ素化合物は、リン酸トランスポーターを利用して、細胞内へ侵入する。ヒ素は、プリンヌクレオシドホスホリラーゼによってヒ素へ変換される。 ヒ素はより毒性が高い一方でより良いにメチル化されるため、この反応は生体内活性化のステップに分類されている。無機ヒ素化合物がメチル化される経路については2つの経路が提唱されている。最初の経路はセット 19AS3MT ヒ素メチルトランスフェラーゼを用いてヒ素をモノメチル化ヒ素化合物にするものである。この化合物はその後、 グルタチオン S トランスフェラーゼオメガマイナス1によって、モノミチル化ヒソ化合物に変換される。モノミチル化ヒソ化合物から、再びセット19によって、ジメチルヒソ化合物が作られ、グスト1によって、ジメチルヒソ化合物へ変換される。もう一つの経路は、グルタチオンとヒソとの協約を伴うものである。ヒソとグルタチオンはヒ素、ヒソマイナス3複合体を形成する。 この複合体は、セット19によって、メチル化されて、モノメチルヒ素 -2 となり、モノメチルヒ素 -2 は、モノメチルヒ素と平行状態にある。モノメチルヒ素 -2 はセット19によって再度、メチル化されて、ジメチルヒ素 GS となり、これは、ジメチルヒ素と平行状態にある。いずれの経路においても、メチル化は、セット19、AS3MT によって触媒され、S、 アデノシルメチオニンのメチル元がヒ素へ転移する。セット19、AS3MT のオーソログは、最近から人まで存在しており、シアニディオシゾンサイオイディオスカザーンメレリーのオーソログ、アーザムの3状態の構造が解かれている。ヒ素結合部位は、大抵、システイン残機のチオール元を利用している。クマーザムの触媒作用には、サイズ72、サイズ174。 サイズ224のチオラートが関与している。反応機構は SN に反応でサムのイオン原子の静電化がメチル元の炭素から結合電子を引き、炭素はヒ素の孤立電子体と相互作用してアズシー結合を形成し S アデノシルホモシステインが残されるというメカニズムが提唱されている。生成されるモノメチル化ヒ素化合物と ジメチル化ヒソ化合物はどちらも速やかに尿中へと排泄される。一方で、人の肝細胞、皮膚のケラチノサイト、気管史上非細胞において、モノメチル化ヒソ化合物は無機ヒソ化合物よりも反応性が高く、毒性が高いことが示されている。実験動物と人での研究によって、無機ヒソとメチル化代謝物の両方が胎盤を通過して胎児へ移動することが示されているが、 妊娠中はメチル化が上昇しており、それによって成長中の個体は保護されていると考えられている。人ではヒ素化合物の主要な排泄経路は尿である。無機ヒ素の生物学的半減期は約4日であり、ヒ酸の方がヒ酸よりも若干短い。無機ヒ素に暴露した人の尿中に排泄される主要な代謝産物はモノメチル化またはジメチル化されたヒ酸であり、 代謝されなかった無機筆も多少存在する。排泄のための筆の生態内変化は、主に n r f 2ライクに経路によってなされる。通常の条件下では、NRF2 はキープ1に結合しており、不活性状態である。細胞内に素が取り込まれると、活性酸素種が産生される。キープ1は、反応性のチオール元を持っており、ロスや、 モノミチル化ヒ素のような旧電子製のヒ素を結合する。この結合は NRF2 の改良を誘導し、NRF2 は細胞質から核へ移行する。NRF2 はアンチオキシダントレスポンシブエレメントやエレクトラフィリック、レスポンシブエレメントを活性化し、その双方が抗酸化タンパク質の増加に寄与する。特筆すべき抗酸化タンパク質はほマイナス1。 ンコ 1H、機能をクセドラダクテイス1、ガンマ GCS であり、これらは、協約して、過酸化水素などの酸素種を減少させ、細胞の酸化ストレスを減少させる。ガンマ GCS の増加は、ヒソグルタチオン複合体を増加させ、このグルタチオン複合体は、マルティドラグアソシエーテッドプロテインに1、2に取り込まれ、細胞を出て、排泄のために、単純へ移動する。 このグルタチオン不加体は、再び無機ヒ素へ戻ることができることに、留意しなければならない。ヒ素の排泄の前に行われる代謝に関して、特筆すべき点は、複数回起こるメチル化のステップは、ヒ素の毒性を増加させる可能性があることである。モノメチルヒ素は、グルタチオンペルオキシダーゼ、グルタチオンレダクターゼ、ピルビン酸、デヒドロゲナーゼ、 チオレドキシンレダクターゼの阻害剤である可能性がある。ヒ素は世界中で死亡の原因となっており、心臓、呼吸器、消化器、肝臓、神経、腎臓などの疾患がそれに関連している。ヒ素は必須の代謝酵素であるピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体をアロステリックに阻害することで細胞の寿命を縮める。ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体は などプラスを利用したピルビン酸のアセチル COA への変換を触媒する酵素である。この酵素の阻害によって、細胞のエネルギーシステムが破壊され、アポトーシスが引き起こされる。臨床的には、ヒ素はチアミンの利用を阻害し、チアミン欠乏症に類似した症状となる。ヒ素中毒は、乳酸のレベルを上昇させ、乳酸アシドーシスとなる。ヒ素の遺伝毒性には、 DNA 修復の阻害と DNA のメチル化が関与している。ヒ素の発がん性は、ヒ素によって誘導される酸化ストレスによるものである。ヒ素の高い毒性は、塩化ジメチルアルシンのような、様々なヒ素化合物の化学兵器としての開発に、つながり、そのいくつかは、主に第一次世界大戦で実際に使用された。この化学兵器の脅威のために、下毒剤について、多くの研究がなされ、 ヒソ化合物と生体の相互作用についての知識は拡大した。その結果の一つとして、ブリティッシュアンチルイサイトなどの下毒剤が開発された。このような下毒剤の多くは、ヒソのチオラートへの親和性を利用し、毒性の高い有機ヒソ化合物を、毒性の低い誘導体へ変換するものである。一方でこれとは、対照的にヒソ酸化物は、 急性前骨髄急性白血病の効果的な科学、治療薬として承認されている。類似した構造と性質のために、五化基礎代謝物は、多くの代謝経路でリン酸元と置き換わる。リン酸の飛散による痴漢は、インビトロではグルコース、または、グルコン酸と飛散との反応によって開始される。この反応によって生成されるグルコースマイナス6、飛散とロアルセノグルコン酸は、 それぞれグルコースマイナス酸と6、ホスホグルコン酸のアナログとして働く。解凍系において、グルコースマイナス6輪酸は、グルコースマイナス酸デヒドロゲナーゼに、基質として結合するとともに、ネガティブフィードバックによって、ヘキソキナーゼを阻害する。解凍系におけるリン酸の重要性とは異なり、輪酸は、D グリセルアルデヒドマイナス酸との反応によって、 不安定な無水物を生成し ATP の酸性を制限する。アズオー結合は P オー結合よりも結合距離が長いため生成された無水物1アーソンとマイナス3フォス 4D グリスレイトは容易に過水分解される。ミトコンドリアでは酸化的リン酸化の過程においてコハク酸存在化で悲酸は ADP と結合し、 ATP の合成を脱協約する。一方、酸化ヒ素代謝物は、赤血球における ATP の酸性にあまり影響しない。酸化ヒ素代謝物の標的となるのは、チオール元を含む酵素や、需要体であり、グルタチオンやシステイン残機のイオン原子が主に、標的となる。一般的に、アヒ酸誘導体は、ヒ酸代謝物よりも高い神話性を持っており、 結合によっていくつかの代謝経路の活性が制限される。例えば、ピルビン酸でヒドロゲナーゼは、モノメチルアールソン酸が保因子の還元型リポ酸のチオール元を標的としたとき阻害される。PDH はアセチル COA の線具体を合成するため、PDH の阻害によって、電子伝達系における ATP 酸性が制限されるとともに、 アセチル COA 依存的な酵素を含む、糖心性の過程も影響を受ける。ヒ素は、活性酸素種や活性窒素種の生成によって酸化ストレスを引き起こす。ロスは、ナットフオキシダーゼによって生成される。ナットフオキシダーゼは、ナットフから酸素へ電子を輸送し、反応性の高いフリーラジカルである、スーパーオキシドを生成する。スーパーオキシドは、さらに反応して、 過酸化水素や他のロスを形成する。ナットフオキシダーゼは、ヒ素の存在下ではより多くのロスを生成するが、それは、電子伝達を担う p 2 2ックスサブユニットの発言が、ヒ素によって上昇するためである。ロスは、小胞体にストレスを与え、アンフォールデドプロテインレスポンスのシグナルを増加させる。これによって、炎症反応、細胞増殖、そして最終的には、 細胞子が誘導される。ロスが細胞子を引き起こす。他のメカニズムとしては細胞骨格の再構成によってカントラクテルプロティーンに影響を与えることが考えられる。RNS はロスがミトコンドリアを破壊すると発生する。基礎中毒における DNA 損傷は RNS によるものである。ミトコンドリアの損傷によって スーパーオキシドと一酸化窒素が反応し、RNS が放出されることが知られている。一酸化窒素は、細胞の代謝、成長、分裂、そして死といった調節に関与している。一酸化窒素と RNS が反応すると、ペルオキシや硝酸が形成される。慢性的にヒ素へ暴露した場合には、スーパーオキシドとの反応のために一酸化窒素は、枯渇状態となる。 一酸化窒素合成酵素は一酸化窒素を合成するためにエアルギニーを用いるが、この酵素はモノメチル化ヒ素化合物によって阻害される。ヒ素は染色体数的異常、昇格形成、血質変異、染色体構造異常、姉妹染色分体交換、DNA とタンパク質の過強、といった DNA の変化を引き起こすことが報告されている。ヒ素は DNA とは直接相互作用しないことが示されており、ヒ素それ自体は弱い変異原因であるが、その代わり他の発言性因子の変異原性を助けていると考えられている。例えば、ヒ素と紫外線の変異原性の相乗効果が UV 照射後にヒ素へ暴露した人や他の哺乳類細胞で確認されている。一連の実験的観察によってヒ素の遺伝毒性は 主にヒ素の生体内変化による活性酸素子の生成と関連している。ロスの生成によって DNA 負荷体の形成、DNA 差の切断、過強、そして染色体の異常が生じる。DNA 塩基の酸化による損傷、特に8、オキソグアニンは G、C 塩基体から T、A 塩基体への変異を引き起こす。 DNA 修復の阻害 DNA 修復の阻害は、無機ヒ素の遺伝毒性の主要なメカニズムの一つと考えられている。ヌクレオチド除去修復と塩基除去修復は、ヒ素曝露後のロースによる DNA 塩基の損傷の修復に関与するプロセスである。ネアは、主に2本腐り DNA の大きな歪みを修復する経路であり、バーは、 主にロスが引き起こす一本ぐさり DNA 切断の修復に関与している。無機秘素はバーのメカニズムを抑制する。小胞体においてフォールディングしていない、もしくは誤ってフォールディングしたタンパク質の量が過剰になるとアンフォールデドプロテインレスポンスが活性化され、工場性維持のためのいくつかの需要体の活性が増加する。 アイアー1とパークは翻訳の速度を制限する2つの受容体である。また、ホールディングしていないタンパク質はシャペロンによって正しいホールディングへ直されるが、これは ATF6 によって誘導される。誤ったタンパク質の数がさらに増加するとアポトーシスを誘導するメカニズムが活性化される。ユピーファーは発言性や免疫不全。 神経変性に関与しており、ヒ素はユピーハーに関与する、これらのタンパク質センサーを活性化することが知られている。また、小児のヒ素への曝露は、ヘルパー T 細胞と細胞障害性 T 細胞の非の異常をもたらし、免疫抑制の原因となっている。それに加え、ヒ素はマクルファージから分泌される炎症分子の量を増加させる。過剰量の下流球や探球は、 慢性的な炎症状態を引き起こし、癌の進行につながる可能性がある。ヒ素に結合するキレート剤は3つ存在する。ジメルカプロール、サキシマー、そしてウマサイルである。これらの主役のチオール元のイオン原子がヒ素との相互、作用部位である。これは、ヒ素原子が旧電子性であるのに対し、チオール元が嗅覚性であるためである。 一旦キレート剤に結合すると分子は排泄され、無機ヒ素は体内から除去される。他のキレート剤を用いることも可能ではあるが、より多くの副作用が生じる可能性がある。また、DMPS と大抹サはバルよりも治療指数が大きい。これらの薬剤はヒ素の急性中毒に対して有効である。急性中毒とはヒ素中毒によって即座に現れる。 影響のことであり、頭痛、嘔吐、発汗などが共通して見られる症状である。それと比較して、慢性的な毒性の影響は、器官の障害などを思わぬ形で遅れて現れ、多くの場合、一度症状が現れると手遅れである。そのため、急性毒性症状が現れたらできるだけ早く処置が行われるべきである。ありがとうございます。